次に前原誠司君。委員長、国民民主党の前原誠司でございます。それでは我が国の防衛力の抜本的な強化のための必要な財源の確保に関する特別措置法案について、質問いたします。まず防衛副大臣、お越しをいただいておりますけれども、まあ、何度もこれ、予算委員会等で聞かれていることですけれども、全然答えてないことがあります。43兆円の、あるいはこの、対象経費の議論をする際に、具体的な中身は何なんだと、財源の議論をする前に、何に使うのかといったことがしっかりと、我々に伝わらないとですね、財源の議論をすることの、私は議論がちゃんとできないと思うんですけれども、43兆円の根拠と中身について、具体的にお答えいただけませんか。井野防衛副大臣。はい、43兆円という必要な防衛区の内容の積み上げという金額をこちらとして提示をさせていただきましたけれども、その具体的な中身についてですけれども、我が国への侵攻そのものを抑止し、遠距離から侵攻戦力を、まあ、阻止、排除するためのスタンドオフ防衛能力、これが約5兆円、統合防空ミサイル防衛能力が約3兆円、また万が一、抑止が破れ、我が国の侵攻が正規した場合に、領域を横断して優越を獲得し、非対称な優勢を確保するため、まあ、無人アセット防衛能力約1兆円、まあ、領域横断作戦能力約8兆円、まあ、宇宙サイバーに約1兆円ずつ、そして車両艦船航空機等で約6兆円と、まあ、この内訳になります。そして指揮統制、また情報関連機能として約1兆円。まあ、その上で、迅速かつ粘り強く活動し続け、相手方の侵攻意図を断念させるための、まあ、機動展開能力、そして国民保護として2兆円、持続性強靭性として、まあ、約15兆円という内容になっています。まあ、その上で、まあ、自国で装備品を安定的に調達するために、いわば防衛力そのものであるという意味で、防衛生産技術基盤の強化として 1.4 兆円、また自衛官の処遇改善、防衛力を支える人的基盤の強化などを含む教育訓練として約4兆円、その他基地対策経費として 2.6 兆円ということで、約43兆円を積み上げたという内容となっております。前原誠司君。まあ、それでも具体的だとはなかなか国民は思えないと思うんですね。だってすべて兆じゃないですか、何兆何兆何兆って、まあ、その中において、その今後の具体的な、防衛力整備の中身についてもう少し踏み込んでいただきたいと思います。で、この防衛力整備計画3文書の一つの防衛力整備計画の最後に別表ついてますよね。別表、これは今までも防衛大綱やあるいは中期防などでも別表がついているわけでありますけれども、別表1が抜本的に強化された防衛力の目標と達成時期ということで、今副大臣がご答弁をされたスタンドオフ防衛能力とか無人アセット能力とか、サイバーなどの領域横断作戦能力とか、まあ、こういったことが書かれていて、そして別表2にその区分が書かれていて、11個中隊スタンドオフ防衛力とか、統合防衛ミサイル防衛能力14個中隊などなど書かれている。そして別表3にですね、おおむね10年後にどういった防衛力整備、いわゆる装備が揃えられるかということが書いてあるんですね。こういったところにその予算をもう少し落とし込んでいただくということで、より具体的な43兆円の議論というのができると思うんですが、この別表にですね、できる限りパラレルに43兆円でどういう予算配分がされるのかといったことについてお示しをいただけませんか。この議論をしている最中に。井野防衛副大臣、速記を止めてください。前原先生ご指摘のとおり、まあ、別表等に記載がございますけれども、まあ、これさらにということは、ちょっと現状すみません、ちょっと通告いただいてないものですが、事務方の確認しなければなりませんので、現時点で、正確にお答えすることはちょっと難しいということだけご理解いただければと思います。委員長。前原誠司君。これ、やはり具体的な43兆円の使い道というものを考えたときに、具体的に書かれているのは別表なんですね。別表のこの3ページにわたって、どういう予算配分が基本的になされるのかといったことが、私はすごく大事なことだと思いますので、ぜひ、この審議をしているさなかに、そういったことの取り組みを、防衛省から出してもらいたいというふうに思いますが、委員長、お取り計らいをお願いいたします。ただいまの申し出につきましては、理事会で協議をいたします。はい、委員長。前原誠司君。ということですね、井野副大臣、本省に戻って、そういう、理事会預かりになったので、努力をしなきゃいけないんだということをおっしゃっていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
その上でですね、財務大臣に対して質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、決算剰余金というのは、これ、安定財源と言えるんでしょうか、どうお考えか、ご答弁をいただきたいと思います。鈴木財務大臣。決算剰余金につきましては、その時々によってですね、経済の状況等によって、どれぐらい決算剰余金が出るかどうかということは、まちまちになってくると思います。しかし、今回私どもがお願いしている、お示ししている数字は、過去10年間の平均を取りまして、そして、それの半分は国債の基金に返すということで、残りの半分、0.7 兆円という額を示ししているところであります。前原誠司君。なぜそういう話を伺うかというと、防衛省そして、財務省から示してもらっている表の中に5年間経ってその以降についても決算剰余金も含めた安定財源の枠があるんですね。つまりは令和10年以降も決算剰余金というものを防衛費増額の安定財源と考えているんではないかというふうに思うわけですけれども、それはいかがですか。鈴木財務大臣。先ほど申し上げましたとおり、決算剰余金は直近10年の平均が 1.4 兆円だったことからですね、これを踏まえまして財政法上公債または借入金の償還財源に当たるべき2分の1を除く残りの2分の1の 0.7 兆円程度を活用見込み額として見込んだものであります。これは過去の実績を踏まえた根拠ある見通しに基づくものであると、そういうふうに思っております。この令和9年度以降については、これはまだ確たる見通しはないわけでございますが、こうした過去のこの例を踏まえてこうしたものを確保していきたいと、令和9年度以降もですね、そのように思っているところであります。前原誠司君。この、防衛力の財源確保法においてこの43兆円については、建設国債は入りますけれども赤字国債は、入らないと、借金をしてこの防衛財源に当てないということでよろしいですか。鈴木財務大臣。今までの中規模の部分、根っこの部分といいますか、そこの部分には国債が発行して国債で手当てしている部分がありますが、今度の上乗せの部分につきましては、手当てをしない、国債では手当てしないという基本的な考えでおります。前原誠司君。なぜこういう質問をするかというと、今まで決算剰余金で、補正予算を組んでますよね。補正予算、これから補正予算組まないんですか。組むんだったら決算剰余金使ったら今度から組む補正予算というのは赤字国債で補正予算を組まなきゃいけなくなりますよね。となるとその上の部分は赤字国債発行しないと言ったって決算剰余金をつまり前借りして補正予算については赤字国債でやるということになったら、結局防衛費を増強してそして補正予算を赤字国債でやるんだったら年度のトータルとしては結局防衛費が増額した分だけは赤字国債が増えるということになるんじゃないですか。鈴木財務大臣。決算剰余金が今まで補正予算のですね、財源に使われてきたということは、これは事実であると言っていいんだと思います。ただこれはもう制度的に結びついているというわけではなくて、補正予算のこの財源につきましては編成すべき必要性が生じた場合においてその時々の税収見込みや歳出不要の見込みなどを踏まえて検討をすると、そういうことでございます。確かに今までこの決算剰余金を使っていたわけでありますから、補正予算にその分が使えなくなるということについてはですね、一つの厳しさが出てくるということは、これはその通りであると、そういうふうに思います。前原誠司君。そうですよね。だって決算剰余金をこれの防衛財源に使えばですね、補正予算のにをやらないんだったら別ですよ。ただもうずっと補正予算やってるじゃないですか。でトータルで考えるとこの防衛力強化の財源には、赤字国債は上の部分に当てないと言っても決算剰余金を当てている。そして、補正予算については今までその種銭のようなものだった、決算剰余金がなくなる。そうすると補正予算を組むということになると赤字国債になる。単年度で見れば本予算と補正予算で見たら結局防衛予算が膨らむことによって赤字国債がその分より発行されるということになりますよね。鈴木財務大臣。補正予算、必要があるときにですね、これは編成をするということでありますから、そのときに先ほど申し上げましたとおり、その時々の税収見込みでありますとか、歳出不要の見込み
などを踏まえて検討をするということであります。したがって今の段階で、補正予算、今までもやってますんで、やらないということにはならないのではないかと、これ思います。っていうのは自然災害とかそういうのもございますから、ですからそういうことの場合の財源については今ちょっとここでですね、確定的に申し上げるということはできない。その時のこの税収見込みでありますとか歳出不要の見込み等を踏まえて十分に検討をして対応したいと思います。前原誠司君。そういう答弁を求めているんじゃなくて、私が申し上げているのは決算剰余金を防衛予算に使ってしまったら、補正予算がもう大体毎年やってるわけじゃないですか。補正予算をやった場合においては結局赤字国債を発行するということになるから、この防衛力の増加資金については赤字国債は使わないということについてはまやかしじゃないかと、トータルで考えたら結局赤字国債が増えるんじゃないかということを言ってるということです。それについてお認めになりますね。鈴木財務大臣。一つの姿勢としてですね、上に乗ってくる、今までの中規模のところはもう赤字国債使ってるわけですけれども、乗ってくる部分には使わないということで、お願いをしているということ、これは政府としての一つの姿勢を示していると、こういうふうにお取り受け止めていただければと思います。で、その上で先ほど申し上げましたけれども、決算剰余金、今までは補正予算の財源に使うのが普通といいますか、そういう流れできましたので、大変にそれに使えなくなるということでありますから、財政上は厳しいものになるということでございます。で、厳しい状況の中で、どういうようなものを財源にするかということについて言えば、先ほど申し上げましたようなものをするわけでありまして、ただどうしてもということになればですね、これはやはり、赤字国債の公債のに頼ることを、排除するということは言えないんだと思います。前原誠司君。そうなんですよ。その通りなんですね。だからその点は指摘をさせていただきたいと思います。外為特会の剰余金についても質問したいと思いますけれども、この防衛力強化資金に使われる外為特会剰余金は令和4年度と令和5年度のみですか。鈴木財務大臣。決まっていますのは4年度の剰余金、それと5年度、進行年度でありますけれども、その中で確実に出るであろうと思われるその剰余金を使うということになります。前原誠司君。法律なのは令和5年度、前倒しというか、それについては法律要件が必要であると。で、令和4年度についてはもう別に法律は必要がないということで、この2つしか書いてないので、その5年間のこの言ってみれば防衛力資金強化資金についてはもう令和6年度以降からは外為特会の剰余金は使わないということでよろしいですね。鈴木財務大臣。令和6年度以降における剰余金でございますが、これには外為特会のものも含まれると理解いたしますが、今般の臨時的な措置も緩和した上で一般会計繰り入れルールを踏まえまして、外為特会の財務状況、それから一般会計の財政状況を勘案しながら、今後の予算編成過程で検討してまいりたいと思います。従いまして決まっておりますのは令和4年度、そして令和5年度でございますが、それ以降につきましてはその時のこの状況、財政状況を勘案しながら今後の予算編成過程で検討させていただきたいと思います。前原誠司君。ということは令和6年度以降の外為特会の剰余金も防衛資金に充てる可能性はあるということですか。鈴木財務大臣。必要に応じて今からそれを蓋をするといいますか、排除するというものではないと考えます。前原誠司君。はい、これから長らくまた審議の時間があると思いますので、残余を用意していたものにつきましては次回以降また質疑をさせていただきたいと思います。終わります。